こんばんは。コウモリありがとう。ハットもありがとう。こんばんは。中村舞です。やっほー。結婚してありがとう。うん、お疲れ。お化け、尊いタコ、ハト、ありがとう。おつー、私もありがとう。皆さん一日お疲れ様です。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。元気ですか？元気です。めっちゃニンニクね、食べたの。さっきまでお姉ちゃんにうわってずっとなんか言われて慣れてます。ニンニク、うわーって食べたの後悔してます。元気出るよね、ニンニク。出るけど匂いがちょっと。なんで今カルピスを飲んでいました。カルピスじゃ収まらんかな。ちょっとリンゴジュースなくって、なんか乳酸菌取ったら治るんじゃないかっていう勝手な想像で飲んでいます。治らなそうです。あ、ちょっと苦った。カオモニと牛乳いいってそう言うよね。でもそう、なんか牛乳なかったんで、ありがとう。まあ明日にはどうにかなるね。今日もレッスンで、もう毎日毎日リハです。リハだよ。明日ミュージックビデオ公開。そうや、明日ミュージックビデオ公開や。皆さん見てください。明日ミュージックビデオ、11月15日発売だもんね。ついに。そうですよね、明日。ありがとう。メンバーはもう見ました。そうです、珍しく。珍しいんだよ。結婚してありがとう。私もありがとう。そう、公開されますので、
そういつもみんなのあの公開のタイミングと一緒に見てたの。あ、それはどうだろう、見るかちょっと前に送られてくる、数時間前に送られてきたりしてたんだけど、もう見ました。感想はどうですか？ちょっと喋ってはいけないことまで喋りそうなのでちょっと公開されてから言おうかなって思ってますけど、寒くなかったよ。なんならちょっと暑かったかも。汗かいたもん。暑かったですね。夜は寒かったけど。いや、暑かったわ。嘘。あ、でもなんか真夏の暑さじゃないんで、ちょうどいい気温でした。あとあの棺、あのさ、なんか湿気がやばくってさ、その日で、私ね、ミュージックビデオの髪型はおろしでやってるんですよ。なんでもう本当に髪の毛がもうタコみたいです。本当にタコみたいな毛してる。バサバサバサ。ありがとうございます。これでニンニク中和してるから。早くなくなれ、早くなくなれ。カルピス、なんかさ、配信前にね、歯磨きしてたんですよ。シャカ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 。たらお姉ちゃんが洗面所で洗面所に来て、で、え、歯磨きしよるみたいな言われてきて、なんか配信じゃなんか匂わんのに歯磨きするんやんとか言われて、なんか舐めとんか私のこと舐めとんか、どういうことやって。おこでしたね。ご飯食べたって言ったけね、しとったん。食べて直後にうわーニンニクやと思って、お前ありがとう。ご機嫌がよろしくない今日。そんなことないよ。中村はもう明日からももう乗り切れる気がしません。朝が早いんですね。めっちゃ早いってわけじゃないんですけど、朝弱いんで、
一日、そう。でもね、もうすぐですよね、コンサートも。あと5日ん？かな。要はハロウィンですよ。ハロウィーン。うんといつか。仮装しないの？渋い顔。なんでコスプレしてないの？なんで？うん、ありがとう。今仮装？今パジャマの仮装してます。何が見たいんですか？でも31だからハロウィン。ありがとう。でもめっちゃニュースでね、ハロウィンのなんか規制みたいなニュースしとる。おうちハロウィン。ありがとう。渋谷、そうそうそう。そうだよ。広島仮装する人多い。なんかね、私あのそのハロウィンの時期の広島の何ですか、本通りとか行ったことないんだけど、なんかね聞くよ、めっちゃなんか仮装してる人いるみたいな。どんぐらいいるかわかんないけど。やってる人はいるっぽい。え、なんか付近かな、いるみたいよ。今日もいたよ。そうなの？今日私通ったのに。今日ねレッスン終わった後にねパルコに行って、なんかちいかわランドができたんですよ、広島に。ちいかわランドって知ってますか？え、ちいかわランドだっけ。なんかちいかわのグッズのお店ができたから行こうよって誘われて、おきちゃんに行ったんですけど、なんか整理券配布してて、行ったらめっちゃすごい人で、で整理券配布してますみたいな言われて、でなんか何時にあの招待可能ですみたいな言ってて、2時間半ぐらい待ちで、もうお店自体に入れなくって、そもそもで、だから外からちょっと眺めて、うわーっていいなーってもうさすがにちょっと2時間半は待てんねってなって、ね、すっごかったですもん。大人気、混んでる、うん、の整理券をゲットしないと入れない。東京駅も並ぶ。え、見たことあるよ。なんか新幹線の帰りとかに東京駅のちいかわランドちょっと見たら、もうすごいみんな並んでて、入れんねーって帰ったことある。
なった、諦めたの。うん、すぐ諦める。待ってない。なんかさ、ご飯とかも割と待てないんだよね。待てません。並ぶの嫌いっていうか、あ、かぼちゃありがとう。ユニバとかもダメ。ちょっと待って、今ユニバで思い出したの。今日聞いてほしい、ココアさんから LINE が来たんですよ。マイって来て、でマイだけ来てたから、何ですかって感じでハテナのスタンプ送ったんですよ。そしたらユニバ行こうって誘ってくれたんですよ。嬉しい。ミカの話じゃないんですけど、でもそう、ココアさんと私2人で遊びに行ったこととかないから、ちょっと緊張するけど行きたい。めっちゃ出れてる。そうですよ、嬉しい。行きたい。ユニバもうずっと行ってないもん。ありがとう。2人なのは確定なの。え、もしかして複数にいるってこと？行ってみたら複数にいたみたいな。え、2人がいい。安否？え、安否？え、残念、奇数人はダメ。それだったらまだ偶数4人とかだったらいい。だってもう私絶対黙る自信ある、どんな人でも。3人とかだったらもう喋んない、絶対に喋んないから。プラスオキポとアンピー、いやちょっと待ってくださいよ。やっぱり2人で行きたい。あの4人が悪いわけじゃなくて2人で行きたい。4人で会話するとかむずいんですよ。私が学校のグループとかで一回3人の時期があったんですけど、私マジで一言も喋んなかったんですよ。その2人の会話をもうラジオのように聞いて、でもご飯中もほとんど喋んなくって、別に仲が悪いとかじゃなくって、でなんかいざなんか喋れないんですよね。なんか言われてもなんかみたいな、会話に入れなくって。リスナー、うん、リスナーだった。すごいめっちゃその子2だったらすごい仲いいんですけど、3になった瞬間に全然喋れないみたいな状況が発生する。でもさ、私は別にいいんですけど、気を使うじゃないですか。なんか全然話に入ってこないなって。いやこれね、ドラさんは喋るんですよね。いやでも多分会話量は多分一番少ないんですよ、私が。なんですけどドラさんは結構ね喋ったりするかもね。共通の話題が多いからかな、いっぱい。わかんない、どうなんだろう。ありがとう。 MC、 うん、 MC の人がいる。複数人のグループは MC 必要。
MC がね、場が持たない2人、そんなことないね。いや持たないかもしれないけどそれはそれでよくって、なんか全然気まずいなとはならないんですけどね。もいちゃんとココアさんはどんな会話するの？どんな会話するっけ？何の話してるかな。なんかこの間ずっと楽屋一緒だったんだけど、なんか夢の話して、なんか夢は何なのかみたいな話をしてなんか本当にもう雑談よ。もうなんか大した内容はないんですけど、そんな夢、なんか将来の夢みたいな話をして、すごい希望があるでしょ。こっちじゃなくて、夢の話して、何話したっけな。あ、なんかお互いの、お互いゲームしながらなんかね、ココアさんがもう、あ、何ですか、考えなくてもできるゲームをしてるんですよね、こうウッディーパズルっていう。で私も考えなくてもできるパズルゲームをしてるんですよ何だったっけな名前で、ゲームをお互いしながら会話のない内容を喋る、なんかどうでもいいこと、覚えてないもん何喋ってるか。お互いなんか考えなくてもいいパズルゲームをして指を動かしながら会話のなんか内容のない会話をする。まいちゃんの夢が気になる。私の夢、私来世の夢ならあるんですけどね。行動のすべてに意味がない、意味がないのが楽しい。現世は諦めた、今はもう諦めた来世の夢ならある、来世の夢はあるんですけど、生まれ変わったら、ん、あ、そう、秘密にしよう。来世何になるか、人間になる、人間になる。ココアさんも夢を教えてくれませんでした。なんかお守りみたいなのつけてて、なんかこれは夢が叶うまで人に喋ったらいけんみたいなやつって、やけ夢の話をお互いしたんですけど、お互いの夢は何なのか知らないまま結局何も会話がなんかあんまり、なんですか、内容はないんですけど、お互い何の夢なんか結局わからんかった。隠しとるけ。
ることだけ、そう夢があることを確認した。ユニバ2人で大丈夫かな。私さ前にさユニバ行ったの何年前だっけな、アイポンと行ったんですよ。その同期だったアイポンが卒業 して行ったんですよね。アイポンと行ってなんかもうコロナ始まる前ぐらいに1回行ったんですけど、その時に、まあ、ちょうど秋ぐらいに行って、そうでもねなんかね寒くて帰ったんですよね割とすぐ。そうそう私なんかテンションがすぐ下がっちゃってあなんかそうテーマパーク向いてないんですかね。うんすぐ帰っちゃった。冬うんなんか秋秋でしたね。楽しかった、うん、楽しかった楽しかったけどなんか濡れたんですよ。あの乗り物に乗って水に濡れてびしょびしょになったら冷えて寒くなってテンションがめっちゃ下がって帰りましたあもう帰ろうって言ってなんかその時はアイポンちゃんももう帰ろうって言って、何のアトラクション乗りたいか。でも私絶叫系無理なんですよねちょっと乗れないので、ココアさんって絶叫系いけるのかな。コーヒーカップでも大好きなんだけどさ、私とコーヒーカップ乗った人全員体調不良になるからさ誰も乗せられない、ソロ運転するわ。なんかめっちゃ回すんですよ、もう本当にもう、うわもうすごい、もう本当にそこしか見えてないぐらいぐる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 回すんですよ、すごい勢いで。なんかそしたらみんな体調不良になるんですよ。なんか家族は誰も乗ってくれなくなって、コーヒーカップ乗りたいって言ってもなんか一人で行けって言われてもう誰も乗ってくんない。あそう唯一お父さんが我慢して乗ってくれる。かっけー、いや違うんです。なんかそのコーヒーカップってこうくっついて座った方が遠心力でより早く回るんですよ。だからなんかくっつくおっとしてきてくるんですよね、めっちゃ。なんかくっつくの口実に乗ってくるんですよ。だから気分は悪いけどまあくっつけるから乗るみたいな感じで乗ってくるんですよ。だからなんかすごいなんかこれはくっついた方が早く回るんだみたいな感じでめっちゃ近くに座ってきて、でも多分体調は良くなくなってるすごいあのもう降りた後すごい気分が悪そうになってる。ありがとう。ぬいちゃん酔ったりしない。うん、私回るの得意なんだよね。回るの大好きなんだよね。なんか回りたい。
さ、結婚してもありがとう、でもありがとう。絶叫系ダメなんだ、公主恐怖症なんですがダメ。縦の回転も平気なの？え、どういうことですか？あの一回転するジェットコースターとかもう絶対無理だよ。あのこうバク転みたいな感じ？嫌だ。観覧車は乗れるよ。タワーオブテラー、え、無理。あのさ、こう上がってってさ、一気にヒューンって下にまで落ちるさやつあるじゃん。あの前とかに進まずさ、もう上下の運動しかしないやつあるじゃん。あれ本当にあれは一番無理。あの乗れません。あのジェットコースターよりも乗れません。それだったらまだ前に進んでいってほしいって思う。まだ前に進みながらの上下は耐えれるけど、上下だけになったらもう無理。乗れ不得意ですね。バイキングは無理でもこの体勢だったら乗れそう。ごめん、なんかあのもうこうやってしたら乗れるかも。楽しいの、楽しいっていうか修行。お化け屋敷はマジで無理。もう待って、無理なものしかない。お化け屋敷も嫌なの、なんか怖いの無理なの。なんか本当に作り物だとしても無理。見てないって言われた。あーねえ、なんかさ、絶叫系とか乗れるタイプの人になりたかった。昔イモスかなんかでジェットコースあれだよ、なんかさ、スチューデンツ、もうな今なくなっちゃったんですけど、スチューデンツっていう番組で、あの魅力の里、広島にある魅力の里ってあるっていう遊園地に行ったんですけど、なんかジェットコースターに乗って下にいる人のカンペを読むみたいな企画があって、マジでジェットコースターに乗りながら見れるわけないやんと思いながらさ、なんかね、もううわーって言ったからさ、なになになにみたいな、もうね、なんか下でね、こうやってね、こんなちっちゃいね、スケッチブックぐらいよ、本当に。こうやってね、なんか書けてあるんですけど、何書いとるか全然わからんくてさ。で、結局何かわからんかったよね。なんかわからんかったら、計、なんか2回乗れってなって、2回乗って、
でも分からんくって、もう動体視力とかじゃない、もう目遠くて分からん。2回した。なんかその時さ、あのなんか弥勒の里貸し切りにしてもらってたんですよ、その日。なんか空いてなくて、そもそもで、その乗り物を動かす時にそう全部貸し切りにしてもらってて、そうだから収録が終わりましたってなったら、じゃあ他乗りたい人いますかって言ったら、スタッフさんたちとかメイクさんたちが入ってあげて、みんなでわーって走ってって、スタッフさんとあのメイクさんと、なんか本当にみんなが乗っただけのジェットコースターがみんなでなんか乗っててね、もうなんかそれを見ててね、わーなんかシュールやなーと思いながらね、なんかいつも見る光景のないなんかね、あのみんな知ってる方が乗ってるジェットコースターみたいな。いやなんかね、面白かった思い出ある。楽しそう、楽しそう。メンバー覚えてる？ひなさんとか一緒だったかな。ひなさんもジェットコースター苦手そうだった。苦手仲間。あとコウモリ。ありがとう。おきちゃん得意そう。よしさ、おきちゃんとさ一緒にそういうなんかテーマパーク系のとこ行ったことないんだよね。行きたい。なんか行ったことない。おきちゃんとさずっとさ、もう何ヶ月も前からさ、どっか行こうってさ、その何ですか、ちょっと遠出しようってずっと言ってるのに、一日休みがあったとしても疲れて寝ちゃうからそう全然行けなくてさ、行こう行こうって言いながら全然行ってない。小豆島めっちゃ行きたいよね。行きたい。でもなんか朝早いのが多分お互い違って苦手だと思う。わかんない。おきちゃんはオールできるから強いけどね。私オール絶対できない。夢の国行きたい。ステッカ
ありがとう。行きたいよ。藤子の後も寝たの？オールナイト藤子の後寝たよ。もう大爆睡だよ。なんかさ、割とさ、千穂ちゃんといつも同室なんですけどね、なんかサラピが遊びに来ることがよくあってですね、だから私と千穂ちゃんとサラピの3人で食卓を囲むんですよなんかね、めっちゃシュールよ、本当に。なんかね、そう、私と千穂ちゃんが同室で、基本ほぼいつも二人がそう一緒なんですよ。三人奇数じゃん。だから私喋んないよ。基本私は千穂ちゃんとサラピのラジオを聞いてる感覚でもね、結構ね、それが楽しいんだよね。ご飯が進む。喋りなさい。たまになんか言ったりするけど、あんまりめっちゃ喋るわけじゃないそうね、リスナーだね。まいちゃん聞き上手？いや、聞き上手っていうか、ただの聞いてる人みたいな感じもう上手とかじゃないです。まいちゃんはサラフィとどんな会話してるの？なんか部屋に来た時はほらまず手洗えって言ってなんか外から帰ってきたら手洗いなさいって言って、手をはいってなってあのね、なんかね、手をねまず洗ってほしいんですね、もうで何話すかな。お母さん、いや、なんかね、いつも確認します、千穂ちゃんにも手を洗いましたか。従うの、うん、そうだよ、手を洗いましょうって言ったらみんな列になったもん、後ろにだから3人列になって1人ずつ洗って、大事です、手洗いうがい。59分だよってすごい言われる。やばいやばい、ちょっと待って、誕生日。龍貴健さん、熊根パパさん、おっさんはパタパタさん、ゆずきちさん、太郎くんさん、きよじさん、とそがれさん、東京のスワンさん、元町さん、シーさんさん、スタペロニーさん、さんさんさん、きなぺこさん、マサさん、ピロミンさん、ありがとうございます。明日は月曜日じゃない？月曜日です。おやすみ。おやーすみー。また明日。
明日も頑張ろう。